北緯34度22分49.9秒、時計132度28分10.3秒、北緯34.380528度、時計132.469528度、34.380528、132.469528、広島県立広島産業会館は、広島県広島市南区にある、コンベンション施設である。本館。 東展示館、西展示館で構成されている。1970年10月1日、県条例第18号で設置が決定。同年10月11日に、現在の本館及び東展示館が開館した。その後、南区民文化センター、広島市立南区図書館などが入居する、広島産業文化センターに西展示館が設けられ、1990年7月に、 開館した。2008年4月1日より、指定管理者制度が導入され、公益財団法人広島産業振興機構が管理運営に当たっている。第1点に展示場と会議室が2階にある。2558平方メートルの広さとステージを持つ展示場からなり、コンサートや演劇、プロレス、ボクシングの工業にも対応している。展示場は三室に仕切ることができる。 1> 第1.23.4展示場、第1.2商談室、さらに控室も6部屋用意されている。第1.2展示場は、天井の高さ7メートル。ロビーでセレモニーを開くこともできる。広島産業文化センター内にあり、1994年、アジア競技大会のメインプレスセンターとなった。広島市南区民文化センター、広島市立南区図書館も併設されている。 ありがとうございます。